皆さんこんにちは。中島由香の「そこまでゆうか」の時間がやってまいりました。えー、今日はですね、あの夕刊フジのね、紙面のように、バラバラというのはね、ちょっとあのできない新聞を実際、私、手元にこれ持っております。これね、あのいろんなニュースでもうあのご覧になった方も多いんじゃないかと思いますけれども、香港のアップルデイリーがですね、 えー、6月の、あのー、26日で会社のね創業の、まあ、一応幕を閉じたということでこれがアップルデイリーの、えー、最後のこれがこのニュースをね、あのー、いろいろ見たときに前のね YouTube とかでも、あのー、お伝えしましたけどまあ泣きましたよ私もね。も非常にやっぱり 悔ししいいいというね思いがありましたけれどもそしていかんせんこれ香港の新聞ですから私自身は香港に直接ねあの連絡を取るこう連絡先とかこうないわけですよ。でこの一番最後のねこの新聞すごい欲しいと思っていたんですけどまあとてもじゃないけど今これ香港の人たちでもこのバックナンバーのね ニュースペーパーの,あの入手が非常にまあ困難というふうに言われてるほどやはり、えー、これは本当のことをあの香港の人たちに教えてくれていたニュースペーパーだということで読みたいなというかね欲しいなと思っていたんですけどもうねそれはいくらなんでも日本人のね、えー、一個人である私の願望であっても夢のまた夢と思っていたんですが実は。 本日、えー、実際ここれをあのいたただくことがねあのできましたで、えー、どこでいただいたかということなんですけれども今現在ですね、えー、渋谷で、えー、中村さんという、ねまあ、カメラマンの方があ2014年のです、ね、雨傘運動からそれからまあコロナ禍でね床がまあできなくなるまでの数年間の間香港に行っては。 取材をしそして、えー、本当にあの究極のね、謹慎距離までね、あの近づいて、いろんなあーシーンをカメラに、えー、収められた、一冊の「あらがう香港」というあの写真集をね、えー、作られています。これですね。で、今、入場無料ですけれども、渋谷でですね、 これれをを今あのー、展示をされていますで私は渋谷って言ってもあのー、結構ね渋谷も広いんですけど実際にはあハチ公前辺りから宇田川の少しこうあのー、なだらかな坂をね上がっていって日本アムウェイがねあるあの辺りぐらいを往復することの方が渋谷って多くって今日行ったところは本当にね急な坂がこうあって。 飲食店街がね非常にあのあるところで、えー、展示をあのされていましたそしてこの本を買ったら一日あたり、えー、5人までの方にこの,あの新聞をね差し上げますっていう案内がツイッター上であったんですよであの新聞欲しいなと思ってねいる人多分いるだろうなと思ったんですけども今日もあのどっしゃ降りの中 早めに自宅を出まして、渋谷の方に向かっていきました。もうザーザーぶりだったんですけど、香港のね、市民の方々が、あの、催涙弾とかね、ゴム弾とかいろんなものを、あの、警察に投げられて、民主主義をね、守ろうとした、あのエネルギーに比べたら、私が、あの、渋谷に行くエネルギーなんて、もう、あの、1000分の1にも満たないと思ってね、今日、あの、実際にお伺いをしました。 私も初めて行くね、ロフトナインって言うんですかね、これね。渋谷のですね、木のハウスというところで、あの、アグネス・チョーさんのこのような、ちょっと光って見えないかな。ちょっとこういうような、えー、写真だったり、こういうものもですね、あのー、ありました。で、あの、実際にね、中村さんから新聞をいただくと同時にですね、このレノンオールのこのマスクもね、いただいたんですけど、こんなんね、 とてもじゃないけどもったいなくてね使えねえやと思って記念にね持っておこうというふうに思っておりますでこの、えー、最後のねあのアップルデイリーの新聞はですねやっぱり紙ですからねバラバラすると紙がねよじれていったりとかするのでもうねあの平行移動して持って帰るっていうぐらい私にとって非常に貴重なものでできればねもうあのなんかこうパネルとかにね入れても自分の部屋にも飾って えー、置くみたいなね感じでもう外に持ってって誰かにもう見せるみたいなねこともねしたくないほど私にとってはもうも今日ねあのー、抗う香港というのはね、あのー、本当にこうジョシュア・ウォンさんとかそれから、えー、アグネス・チョウさんとかね、まあ、デニス・ホーさんとかもいらっしゃいましたけどそのような方々を本当に間近でう本当にこうカメラにね収められた。 すごいやっぱ貴重な、ね、あの写真をねこうドキュメントで、えー、撮られていましたそもそも私個人的にはですねこれまではねウイグルの請願署名だったり、まあ、あの例えば台湾のね生命運動だったりどっちかというとウイグルそれから台湾その辺りの、えー、活動に参加することの方が まあ、多かったんですけど今回ねあのずっと、まあ、デニス・ホーさんのねあの映画をあの見たりそれからこの前「香港画」というあの25分の,、ね、あのドキュメントの映画をあの見たりしたんですけど香港のね今回の,の一連の,その民主主義というものがも狂ったあの CCP に潰されていくこの数年間のやっぱり流れを やはりずっとこういうあのドキュメンタリーをやっぱりこう見てて非常に私自身がショッキングなね思いを感じたというのは私自身がこのようなあの日本のね近隣諸国で中国共産党によってえまあジェノサイドだったり民主主義というものをね完全にあの破壊されていく南モンゴルだったりチベットだったりウイグル。 というエリアが、まあ、あるんですけどこの辺りというのは人権問題の活動も始めた時にはすでにかなりもう侵食されていて私たちもねウイグルだったり南モンゴルとかチベットねその辺りにもうとてもじゃないけど行けるようなゾーンになっていなかったっていう段階からこの香港に関してはまだ行こうと思えばね数年前まで行けたじゃないですか。2年前に この,あの美しい夜景をね、あの見せてくれるような、この香港の旅日記みたいなものをね、YouTube で配信されている方って何人もいて、こう行こうと思えば行けた国だったのが、それが本当にあのたくさんの、ね、人が、とにかく最低限の人としての,その人権と生活の自由というものを 奪わないいでくれというたったそれだけの最低限の主張をね、えー、しただけそれも平和的に会話でもって議論をして、えー、解決していきたいとこれは六四天安門の時と全く一緒なんですよねでそれをあれだけの200万人以上のね人が必死でいろんなデモをやったにもかかわらず今現状どうにもならないような状況になってしまったという。 この香港のこの数年の歴史をやっぱりあの見ていてすごく悔しさとそれからショックな、ね、あの思いそして、えー、中国共産党というものが、まあ、ちょっとやそっとの通話ものではないという、ね、ことをまた改めてやっぱりその痛感をさせられるという意味で。 もちろん私たちはですね、弱腰のね、こう日本政府を決、ま、り、あ、飛ばしながら、本日、えー、中国共産党は100周年記念で、まあ、真っ赤っかな、ね、下品な,なんか祭典みたいなものをね、していますが、まあ、皆さん、どうかあの、あのような祭典というのをさせるのもね、今回をね、最後にしようではありませんか、そういうふうに私はあの思っています。今日、ね、あのここに、えー、お邪魔して 実際、えー、香港の方、それから台湾の方とかね、いろんな方とあの少し会話をねあの、やっぱりすることがあのできましたで、今ね、香港に住んでいる、ね、地元の方たちというのは、7割以上は、えー、今、社会がこのように、ね、ひっくり返ってしまって、地元の方たちの、ね、精神状態というのは、の PTSD に、ね、なっている人たちも非常に多いと。 いうまああの話をあの聞いてなんとか私たちがねすることってできないのか何かできることってないのかっていうふうに改めて非常に痛感をしていますこのまんまの状態ではもちろんいけないしこのまんまの状態を放置させていたらいずれは日本も香港と同じようなね末路にたど、えー、り着く以外にもうないということもね分かっています なので、えー、こんなことが日本で起きるなんて信じられないとかね、もうね、言わないでいただきたいと思います。香港に縁もゆかりもね、あの、なかったので、向こうの人たちがね、あの、召し上がっている食事をね、ぜひしたいなと思って、この木のハウスの中では、えー、香港の料理が、えー、食べれます。で、えー、私が、えー、食べたのはですね、えー、香港の あのこのようなね、えー、簡単なちょっと軽食がねあのメニューでありましたで、えー、お腹空いていたんでもう香港のサンドイッチねそれから飲み物なんですけれども、えー、香港の人たちはもう本当にちっちゃい頃から普通にこう日常生活の中であの飲んでいるねこの,あの飲み物だそうですビタゾイっていうね響きからしてなんか飲み物っぽくないんですけど でえー、私はあのレモンティーをね、えー、今回オーダーをして、えー、飲ませていただいたんですけど、飲んだ瞬間の感想というのはですね、あ、香港はイギリスだっていうふうにねあの、思いました。で、えー、非常に美味しかったんですよ。もう一本ねあの、欲しかったので、テイクアウトで、えー、持って帰って、今私の冷蔵庫の中に入っています。で、えー、ちょっとやみつきになりそうなね、あの、飲み物でした。えー、この、 展示会はですね7月の、ね、4日まで、えー、されています、まあ平日にはなりますけどできるだけ、ね、多くの方が、あのー、この写真展を、ねあのー、見ていただきたいなと思います入場無料ですので11時以降はあのどなたでもあの行けますしそこで先ほどのメニューのねオーダーをすることもできますのでもう1人でも多くの方にね行っていただきたいなと思います では今日はこの辺でまたお会いしましょう。